平成27年4月17日、阿蘇に春の訪れを告げる花々の祭典、阿蘇の花ごよみ2015が始まり、開会式が阿蘇神社で行われました。開会式には、実行委員長を務める稲吉淳一阿蘇市観光協会会長をはじめ、関係団体、観光業者などおよそ30人が出席し、まず神事が行われ、6月まで続くイベントの安全と成功を祈願しました。開会式は境内で行われ、稲吉会長が、中岳噴火による観光への被害を乗り越え、阿蘇の景観や草原に自生する美しい草花を多くの観光客に楽しんでもらえるよう PR していきたいと挨拶し、また佐藤義興阿蘇市長も祝辞を述べました。期間中は長寿ヶ丘のツツジ、波の高原のスズラン、潜水橋や阿蘇山上の美山霧島をはじめ、花遊びのバラなどのほか、阿蘇神社境内での山野草展や神楽の特別公演など見どころがいっぱいで、触れ合い動物ランドと大ビンゴ大会なども開かれ、またフォトコンテストも開催されます。